岐阜市のいちご農家江崎和弘さんのハウスでは、朝から真っ赤に熟した特産の岐阜いちごの収穫が行われています。岐阜いちごには3種類のオリジナル品種があり、江崎さんのハウスでは大粒で甘みと酸味のバランスが良い実の娘を育てています。11月から5月まで続く収穫作業は今が最盛期で、今日は摘みたてのいちごを次々と選別してパック詰めする作業も行われました。岐阜県特産のいちごを多くの方に召し上がっていただきたいと思っています。岐阜県内では今シーズン例年並みの1280トンの収穫を見込んでいて、主に県内や北陸の市場に出荷されます。